到着。ナメック星に到着しました。早く三人を探さねえと。生きてるよ、クリリン。ご飯、ブルマ。悟空、ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのでっけえ木が3つ集まったとこだ。すぐ行くぞ。待ってろ。今こそ100倍の重力にも耐えた修行の成果見せてやる。近いぞ。貴様、カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリームたちにも分けてやってくれ。こいつらは俺は一人で片付ける。ふっ、やる気か。ゴミ虫が今さら増えたところで何にも変わんねえぜ。おめえはオラに勝てねえ。何を言うかと思ったら、とんでもねえコーラを吹きやがったぜ。一瞬で永久におとなしくさせてやる。リクエール、イレイザーガン。痛いじゃない。お、一瞬でおとなしくさせてやるぜ。
準備をおとなしくさせてやるぜ。とっておきを披露してやろう。イクラーガー、ウルトラファイティング、ミラクルウォーマだったもんだから、つい この、やろう。ちくしょう。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる、どんな天才戦士も越えられない壁を越えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたかバーター、あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろう。奴の戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああ、やっぱ蹴らねえか。ほら
戦闘力は間違いなくたったの5000だというのに。攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめて、この星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが、でも足も出せないまま、やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミス逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか？オラも修行して随分強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか？そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ。もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やった！
二つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に通液を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は大変だ、最長老さんところだ。まずいぞ。フリーザのやつ願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをブルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、行ってくれ。気をつけてな。頑張れよ、悟空。ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。まあいいだろう。